どうも、たべやんです。桃鉄レイは記念すべき30年目やっていきたいと思います。お、トピックス桜満開。あー、前回から満開なってたね。観光客にぎわってます。京都は種類によって桜の時期が違う。1ヶ月ぐらい楽しめます。豊臣秀吉最後の花見で有名な醍醐寺、哲学の道のソメイヨシノ、紅しだれの平安神宮、里桜の仁和寺、桜を見忘れたという人も原谷園に行ってください。桜のシャワーを浴びられます。湯河原、神奈川県と静岡県の県境、千歳川の桜は隠れた名所。東京は千鳥ヶ淵、目黒川、隅田川、以上の名所を所有する臨時収入82億。すげえ、桜すげえ。陽気比8億、佐久間16億。80億でかいね。さあ、前回までの桃鉄目的地、洞爺湖サミットがあったとこだね。みんな結構近い場所にいますね。そして前回も陽気比佐久間閻魔が絶好調でね、大変でしたけど、まあ落ち着いて戦えますかね。30年目、そして10年の区切りですので、ちょっとね、現在の状況を詳しくお伝えしておきたいと思います。会社情報、総資産2700億、今年にも3000億いきたいですね。はい。そして300億持ってます。まあ収入はそんなにないけど、去年のね、繰越金があるんですよね。あとは地域別見ていきましょうか。トップはどこだ。なんと北海道ではなく近畿ですね。大阪を全部買い占めたりしたので458億。そして北海道がほぼ変わらず431億。関東がまだまだ少ないですね。高額物件の多いね。東北が結構頑張って、中部も400億、なかなかですね。四国少ないですけど、あ、ごめんなさい、近畿の次が九州か。444。うん、バランスよくいけてるんじゃないでしょうか。九州とか災害が結構多いからね。うん、まあ関東が少なめっていう感じでしょうか、今のところね。はい。そして種別、観光物件1000億超えた。何がでかかったんだったっけ。スキー場70億、そんなにでかいの買ったっけ。30億、プロ野球チーム80億、まあ、そういう銀山の街並み、まあ、100億以下の物件が、お、那覇の水族館99億、そんな感じですかね。まあ、100億以下の物件を積み重ねてって感じでしょうか。食品がまあ件数は多いからね、400億。まあまあバランスよく、商業がちょっと少ないでしょうか。246億ね。農林物件地味にどんどん増やしていきたいですね。安全資産。はい。そしてお楽しみの歴史ヒーローは7人。まあ伸び悩んでますね、ちょっとね。歴史ヒーロー増やしていきたいですね。まあ32のなんか衆議院議員じゃないけど、関数ぐらい最後取りたいよね。16人ぐらい、うん、1人でもちょっとね、狙っていきましょう。さあ、行こうか。で、閻魔さんがね、確か閻魔さんだったと思うんだけどな、ちょっと刀狩りで奪い返したいんだよね。どうしようかな。でも、そうそう、リニア周遊をね、奪い返したいんだけど、もう行くか、初っ端から。現金ちょっと持ってんの怖いんだよね。
だからちょっと後にするか。現金を使ってからにしたいな。さあ目的地目指して。あ、洞爺湖入れない。あ、ウイスキー工場80を買えますね。それか登別で、ああ洞爺湖ちょっとくるくる回れない場所なんだね。まあでもちょっとお金使いましょうか。早めにお金使いたい。よいち宇宙博物館、収益率はあんまり高くない。とりあえず80億使いました。で、陽気費はカード、え、持ってないの。30億、おっと、豊臣秀吉税金を積んできた。30億、佐久間さん200億持ってボンピーついてます。で、これ札幌から行く感じか。北海道にこれ入りますね。あ、おお、ボンビーを私になすりつけてあと1マス。そっか、え、佐久間さんのそばに行く。おお、なかなか。あ、ゴールした。うそー、そういう入り方もあるんだ。これはびっくり。なにそれそんな入り方あるんだ。いやー、なにそれ。22億か。あ、まだビリだからスペシャルカードもらう。陽気比がボンビーね。はーい、まあ2強2弱ですからね、今ね。佐久間さんと私が2強。あ、沖縄金。北海道から沖縄への長旅か。 OK。 トピックス、桜前線、東北までやってきました。盛岡裁判所の前の周囲20メートルの大きな花崗岩の割れ目から伸びた石割桜、角の盾、武家屋敷通りのしだれ桜、いろいろあるんだね。弘前45億、これは嬉しい。どうしようかな。ちょっと奪っちゃおうか。刀狩り、はい。でカード刀狩りで、エンマさんからリニア周遊奪います。はい、 OK、 取り返したぞ。え、どうしようかな。あ、キノコガール、え、何それ。あ、いっぱいカード。うおー、キノコガールって何。すごいの出た。レアだね。あ、やっと終わった。絶好調佐久間さん、一番長かったね佐久間さんが。陽気比すごいカード、なんかキングニカードとかあったぞ。飛びカード売り場カードね、高千代。私もちょっと沖縄方、九州飛ぶか。ポイントアップキャンペーン、九州飛んじゃいますか。トピックス、6月夕張メロン。200億、ちょっと待ってね。はい、ちょっとね、行きたいとこがありますね。茨城県の水戸黄門、水戸235億。こちらちょっと狙っていきましょう。鶴の銀次対策、水戸黄門を仲間にしたい。どうしようかな。どうやったら近くに行ける。リニア周遊で歩いていくか、水戸黄門まで。
物件飛び周遊使うか。あ、物件飛び周遊ないのか。 あ、 あるね、1個あるけど。普通に行くか。リニア周遊で行きます。で、下道で、下道でどんどん行こうか。水戸まで、ね、青森寄ってくか。あ、でも買えないんだよね、ちょっと待ってね。ちょっと皆さん、水戸まで我慢しますね。買い物我慢で、この辺泊まっとこう、自分のとこ。はい、寄らなくていいです。なんかいっぱいカード持ってるけど、陽気比怖いな。ボンビついてるけどね。何ヶ月時間に余裕あるだろう。目指すは水戸黄門。もうね、こういうちょっとでもチャンスのある時にね、狙った買い物をするっていうのも一つの作戦だよね。一気になんか飛びカード系でボンビーにならないようにね、移動できると思うので。この人は、あ、もう金まで23マスね。まだいけるだろ。82マス、絶対ボンビーつくやつだ。リニア周遊、さあ水戸まで。あ、いける、よし、早い、2ヶ月でいけた、これは嬉しい。まとめ買い、茨城県水戸、水戸光圀グッズ屋、やりました。茨城県ね、家電量販店水戸、そして水戸黄門水戸ゲットです。なんか鳴った、ガーンって言ったけど、今見てなかったけど大丈夫か、私なんかされたか。佐久間さんはまだ45マス、特急周遊ならまだ大丈夫でしょ。もう目的地に向かわないとな。新幹線カード、まあ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 、オッケー。なんかされてる？大丈夫？トピックス？8月？根室の花咲ガニ漁。昔に比べると10分の1。そうなんだ。非常に貴重なカニ、6億。昔に比べると10分の1なんだ。来ました、水戸の黄門様。はじめまして、道中ご一緒したいとおっしゃっています。お願いします。タブヤン社長さんとか申しましたな。道中お世話になるので特急周遊カードを差し上げましょう。ありがとうございます。この老いぼれじい足手まといにならぬように気をつけます。いざという時はお役に立つかもしれませんぞ。カッカッカ、釣りの銀次対策です。これは嬉しい。で、あ、ちょっと待って、飛び周遊が使えないな。もう普通に下道で行くか。最強の下道で行きますか。はい、どっちに向かって行けばいいか。さすがに乗った方がいいのか。なんかこんなとこ行ける、三宅島。いやいやいや、あれ、あ、この辺まで行けるの。ここ行った方がいいか。あ、ボンビー前にいる。下道であくまで行くか。トキ、トキ行っとこう。
片道で沖縄まで行く。OK。省エネサイコロ。まだ誰もゴールしないだろう。うん、ボンビーがいたからちょっとね。車両2億少なかったじゃん。よかったね。出た秀吉。相変わらず安い物件しか紹介してくれないね、秀吉さんは。いや、スリの銀次出てきても大丈夫っていうのが安心できるよね、黄門様。ここでゴールされたらきついんですけど。危ない。あ、もう次でもスペシャルカードでゴールしちゃうね、あの人。実りの秋、臨時収入4億、陽気費4億、佐久間さん37億、すごいな。エンマ55億、私一番少ないな。出たー、明智光秀。で6月に京都に入らないようにね、気をつけて。武蔵坊弁慶、飛び周遊カードを奪ってきた。特急周遊してようか。はい。あー、どうしよう、リニアでさらに行くか。飛び周遊でもいいけど。あ、これフェリーで行けって言ってるのか。しょうがない、行く。あ、ボンビーに引っかかっちゃうんだよね。やっぱ戻ろうあくまで下道で。ほい、下道で行きながら届くかな。やばいな、ちょっとな。でもまあ下道で行くか。買い物しながら倉敷リニア周遊。そろそろ期間限定、期間延長カード使っとこうかな。あ、でもゴールしちゃうのか。いや、ちょっと混ぜたか、さすがに。さすがに混ぜたかな。ゴンビーの前止まっといた方がよかったか。結構みんな遠いんですけど。やべえな、この人どこにいる。微妙な場所だね。で、次ゴールしちゃうでしょ。あ、普通にサイコロ振った。なんで？よかった。スペシャルカード持ってなかったのか。まだみんな来てないからって余裕こいたのか。日本政府から売ってほしい。これ売らないんでしょ？私だったら状況によって売るけどな。いや、助かった。井上もった。借金は男の解消76億。ありがとう。300億返す気ない怖いよね1割返さないといけない時あるから。30億ね。47マスか。どうしようかな。飛び周遊使おうか。あ、糸満に行ける。いいじゃない、これで一安心。カードバンク駅にちょっと行きたいけどね。ポイントくれるの。福袋カード使う暇がないんだよね。まあ特にいらないかな。はい、よしよしよし、危機は脱した。買い物もしたし、いいですよ、今年いいですよ。あ、カード、特価1個カード。おー、なんか怖そうなカードだからいいよ。秀吉は500万のばっかりしか相変わらず買ってこないのが、ちょっと役に立ちそうで立たないね、秀吉ね。佐久間さん、カードを使い切りました。あ、売ってほしいと。みんな売らないんだよね、これね。あ、そこでスペシャルカード使うんだよ。助かったー。その1ヶ月何だったんだろう。
ラッキーですね。エンマさんと同盟組みたいわ。助かった。これでボンビーつかない。お殿様カード。おお。エンマさんビリですからね。佐久間さんにボンビーつきました。いいね。二強の佐久間さんをちょっと攻撃したいよね。岐阜県。飛騨高山か。岐阜県ですね。オッケー。行ってこいだな。ラーメン日本一忘れた頃にやってきました。徳島の佐久間さんの徳島ラーメン、食べたことないな徳島ラーメン。44マスか。オッケー。じゃあどうしよっかな。期間延長カード使っちゃおうかな。いやもう一回いけると思うんでもう一回使おうかな。で、九州ちょっと寄っていきたいと思います。ここカードバンク駅貼りたいと思います。あとみんなが来なければちょっと九州でお買い物したいね。あ、嘘だ、使い切ったのか。しまった。それはしまったな。やりすぎたね。ああ。ちょっと福袋カード、スペシャルカードいっぱい溜まってきたな。目的地近くだったらどんどん使った方がいいよね。あ、16枚預けたの。ちょっと待って。じゃあまあいったな。リニア周遊、ラストリニア周遊、スペシャルカード多すぎでしょ。リニア周遊引き出すか。うわー、やりすぎたね。まあ、これでいいか。やりすぎたな。ちょっと30年目に入って、あ、水の銀次に、なんだった今、なんか早すぎて分かんなかったけど、水の銀次を私にやられたのかで、ま、守ったのか、なんか早すぎて分かんなかったね。宝くじ外れ。ちょっとほいで30年目だからまたダビングちょっと3枚ほどさせてもらおうかな、うん、10年に1回のサタ行こうか。サタ行かしてもらおう。あ、肩上がりカードで勝ったの。もうややこしいことするな。肩上がりは嫌ですよ。エンマさんだよね今。同盟組むって言って私のカード狙うだろう。30年度の食品日本一、沼田味噌パン屋、やったね。お、明智、堺の商人より軍用金13億、ありがとう。井上また借金、男の会社怖いよ。借金総額が怖い。ちょっとリニア収入でダビングカード駅サタ、よし行きましょう。ただこのターンで肩流りされたらリニア収入取られちゃうけどな。ダビングカード3枚買わせていただきます。やっぱ魔のカードだねこうサタね。はい、もういいです。ボンビーがついてる陽気比近くにいるね。私のキングにカードとか打ったんだ。あー、よかった。98億、ポイント使ったのね。絶好調崩しカード、まあ、佐久間さんには効かないけどね。で、佐久間さんは普通に移動します。問題はエンマさんだね。エンマさんの肩流りカードが怖いです。強奪飛びカード、いやー、佐渡、あ、佐渡の金山、
金さん狙いじゃないこれ。強奪されるの私の佐渡の金山。あー隠し金山パーク楽しみにしてたのに、それはそれで嫌なことするな。新年明けましておめでとうございます。30年目の1月。さて毎年の決算の文字を消したい。いや決算の演出はスキップしない、楽しいじゃないか。スキップできた方がよろしいでしょうか。いいえ。はい、あ設定の変更でできますよと。はいありがとう。ラーメン日本一の人は佐久間さんか。はい、300億持ってんのね、現金持ってったら危ないですよ。さあダビングして、リニア周遊。はい、でカードバンクでなんか消耗品はもうどんどん使っていかないとダメだねこれ。まあスペシャルカードだよね、使うのこれ。物件飛び周遊をダビングしようか。でどんどん物件買っていこうかね。福袋カードでもっと移動系じゃないやつをね、はいありがとう。で、カードダビングカード使おう。物件飛び周遊、はい、で使いましょうかね。物件飛び周遊86件、目的地は飛騨高山。どうしようかな。私はご飯が炊けましたけどね。どこにしよう。まあ近くにしようか、中津川。はい、中部地方のちょっと買い物。あ、いい買い物だこれ。42億、いいね、いい買い物、ちょうどいい。さあ中部地方、銀行収入カードが消えた。長野レトルトカレー工場、富山のパルプ工場、高岡ね、高額物件、恐竜博物館福井。ちょっとねリスクがあるんですよね、マイナス要素が。あ刀狩り、あ来たー、リニア周遊取られたー。ちょっとリニア周遊だけは守らないといけないからね、取り返そうか。エンマさんからゆっくり物件買ってられないな、もう。でも刀狩りカードがもう最後ぐらい、最後だよね。ここはね私の有利を、刀狩り、この悪なき戦い。エンマさん返せって。リニア周遊もう一枚って言ってくれないかな。おーし、よし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 。でこれで刀狩りも奪っておく。新幹線周遊までなら許すけどね。で何を捨てますかか。うわーこれは福袋カードかな。でも楽しみ残しておきたいから期間延長カード。袋はまた買えるか。はい、固くいっちゃいました、ごめんなさいね。で買い物、次の買い物したいのが、そうだね、美濃。あどうした、記念戦に
山梨宝石工場、あ、武田信玄さんいるじゃない、甲府に。場所替えカード、山梨も関東だけどね、そのあたりまで伸ばしたいな。秀吉さんは、あ、トイレ10億円、あー、ついに高額物件になった。動画も30分超えてるし、ゆっくりプレイしすぎております。ふんまさん、佐渡の金山取られちゃったよ、隠し金山。金山のイベントね、楽しみなのに。さあ、目的地との、おっと、西郷殿、あ、おいどん連れてきてくれた、あ、嬉しい、おいどんよろしゅうお願いします。どうしようか、カードいっぱいありすぎるんだよね。贅沢な悩みですね。リニア収入使いましょうか。で、買い物、あの武田信玄甲府とかまでいけないか。いけるじゃない。行きましょう、武田信玄殿のとこに。山梨県甲府宝石工場ゲット。やったぜ、おいどんもいるし、これで甲府の甲州ワイン工場宝石工場ゲット、そして風林火山武田信玄殿も来るはずだ。これはでかい。持ち金ゼロカード。うわうわうわ、怖い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 。持ち金ゼロカードは怖いな。え、決算後にやられたら最悪だね。楊貴妃さん、一回使われたことあるからね。怖いよ。再開カード。あー、何この人。夢を叶えて持ち金をゼロにしたい、カードを2から4枚。よかった、持ち金をゼロにしたいって怖いこと言う。あ、そうか、自分のということか。リニアカード、なかなかいろいろやってくるじゃないか。いや、良き決算なんじゃないですか。どうでしょうか。30年目、ヤシャ姫さん、あ、ちょうど200億を記念すべき30年目いけました。佐久間さん、まあ、100億なかったら、私の2分の1なければね、私が伸びているということで、2強2弱どうですか。3000億突破しました。30年目で3000億。まあ、なんとか目標達成で、次40年目に向けてね、次回また新たな目標を立てましょう。そして佐久間さんが1000億突破おめでとうございます。全員が伸びた1年でした。まあ、キングボンビー出なければこうなるよね。ということで、あ、初めて高額物件リストが出てきましたね。はい、1位チュララ水族館、なるほどね。で、水戸黄門様の家電量販店などなど、佐久間さん対私というもう構図が出来上がってますね、これ。次回31年目からもよろしくお願いします。それではまた、さよなら。